はい、懲役太郎です。あのー、ね、x とか見てると大変なことになっているなって格闘家のね。あのー、ブレイキングダウン戦だってね。少し前に朝倉未来さんと平本蓮さんのね。試合があったことに関して、そのドーピングだとかステロイドだっていうワードが出てるんですよね。で、私の知り合いの若い子もまあ、わざわざという言い方あれだけど、もうすごくね。 あの関心があって朝倉さんのファンで見に行って一生懸命チケット取ってって言ってねすごくいやあの応援してるわけですよで結果こういうことになるとああみたいな私も専門家じゃないんであの偉そうなこと言っちゃいけませんけどこれって選手の問題じゃないと思うんですね正直言って。これ運営だっったりあるいは意思っていははてうのは 簡単に勝手に誰かがそれを用意して勝手に体に入れるまあ飲んでるのかまああの平本さんと思われる人と誰かが。 X さんがしゃべってる動画が流れてきて話題になってるわけですよね私も聞きましたけどこれが本当かかかどうわかからないです仮に本当だと仮にっていう言い方っていうかあれが出ちゃってるわけだからでもあ相手側って医者ですよねこれって医者の問題じゃないんですかっていう選手をどうこう言うよりもこれは違法でもない、ね、別に違法薬物じゃないわけだけども例えば。 姉が正しいとすればお尻からとかって入れたとしても注射ですよね注射っていうのは普通はこれ、えー、医者じゃないと打てませんよね糖尿病とかのインシュリンとかだったら自分でっていうことはありますけど注射器自体を持つことは違法じゃないと思うんですよこれ、うん、ただ売り買いすると薬事法に引っかかるでも自分で入れるっていうことに関しては法律違反じゃないで でも倫理的に医者としてどうなんだって話になりますよね、これをやったらいいか悪いか、でも、ドーピングっていうふうに言ってるけども、これ、違法薬物じゃない場合、法律的にはどうなんだって私は見るわけですね、これ。でも、えー、例えば、オリンピック競技でダメだとか、競技者がダメだっていうものを入れているのはダメっていうことですよね。 で、実際ドーピングね、何の成分かわからないけど、それをやったことでもう明らかにそのパワーが増すとかっていうことなんでしょうか。で、そういうのも正直言って我々はわからないんですよね。何をどんだけど,どういうふうにしたら、どれぐらい変わるかっていうのがわからないじゃないですか。ねということは、これ、ドーピングって、これ、身体能力が格段に上がるんですかと。 じゃあ私たちが素人の競技の中でもこれ飲むのか注射っていうとちょっとあれなんだけどそういうことはじゃあ別に OK なのとかいろいろ思いますよねでもこれって医者とか運営側の問題っていうかコーチだったり監督だったりその所属先のだって選手が勝手にやりますかね うん、勝手に医者見つけて勝手に、医者もその時に何でもいいからって言って、そんなん打つんですかね私はまともな医者だったらやらないと思います。で、私、これ引き上げに出してはいけないんですけど、今の大相撲は違うと思いますし、信じたいですけど、まあ今の親方の人たちってみんなステロイドだとか筋肉増強剤ってやってましたよね野球選手とかも。ねえ。 誰とかどうとか言わないけどねだから私は相撲に関しても普通はまあ信じだって言い切っちゃってるからあれなの信じなんて僕もねちょっと違うと思うんだけどだってそこだって本当は尿検査とかしないといけないんじゃないんですかと思うんですよだって早死にしすぎでしょ親方。っていうふうに思ったりするんですよ。 あれは食べ過ぎだからかからなとかねみんなじゃあああいう体育学の人は早くねお亡くなりになっちゃうのっていう健康のこと考えたらだってねえって思うわけでじゃあボクシング競技だとか例えばまあ今回だと国際的な試合じゃないのであれなんだけどじゃあこういうもうこれだけ大きなイベントになってくるとやっぱり尿検査とかそういうものってちゃんとやってないと前と。 ねえ。でもこれってさ、よくよく考えてください。一週間前とか一ヶ月前にやって聞くもんじゃないじゃないですか。試合の直前にやるんじゃないですかね、これって。わかんないけど。っていうのは私は何でかって言ったら、この疑問に思うのは素人の我々なんですよ。 お金払って見に行く人ですよ。私関係ないけど、私の知り合いでお金払ってチケット一生懸命取って見に行ったっていう子がいるから、その代弁をしたいんですよね。私は全然関心ない。でもここ行くと、関係ない人間が喋るんじゃないって言うけど、お金払ってんだもん。ね。私はその子のことの思って言ってるんで、すごい楽しみに。俺何にもいや、 あの行くんですよとか行ってきたんですよって目をキラキラ輝かして喋ってるのを見て「へえ」って「俺はあの何にもないけど」って言,言えなかったああそうなんだじゃあ朝倉選手が負けてってにってねじゃあこういう選手はどうなのいや違うんだよねっつって一生懸命言ってる人たちがその渦中にいるじゃあもう結果が出るからって言ったところで。 もやもやした気持ちは、じゃあ一体何だったんだっていう話になるじゃないですか。じゃあ今までは、これからはって話にやっぱり思う気持ちがあるわけですね。じゃあ静かにあの待つっていうふうだけど、そんなこと言ってたら YouTube やってられないんでね、全部結果だけど。でもこんだけ話題になっちゃってるんで、私が触れてる。で、一般の、ね、私の視聴者の人たちはあんまり関心はないと思うんだけど、 何が問題になってるかって言ったらそのドーピングだったりステロイドだったり筋肉増強剤だってワードが出てくるけどこれってこれ自体が法律違反ではないですよおそらくうんおそらくねだったらもうそれは警察が入るわけだから何がいけないのかだってオリンピックなんかの見てるとドーピングって風邪薬でもダメだよとかそれぐらい厳しいじゃないですかねえ これが今回こういうことになっているんだなっていう,ふうに思うんだけどもうさ、いっそのことさあのだけどドーピングし放題でやったのこれじゃあそれをやったから本当に勝てるのかなっていうのもあるんですね。何をこんだけすごいパワーがが絶対上がるよ だってその人そのの人人に合う合うわなないいがあるじゃないですか何でもいいから瞬発的になるだけなのか持続があるのかとかねえそんなんだったらみんな会社でそれで建設作業とかもドーピングやって早く終わらせようぜとかってならないのかな俺なら思っちゃう,もう違法じゃないならもう6時間かかるところにドーピングして <laughs> あの 8時間のところをあの半分で終わらせようぜみたいな違うのかそれは違うのかまたね、うんだってそういうことだってありえるわけじゃん変な話うんじゃ半日で終わらせようぜとかいやそれは違うのかなだってそれってやっぱり副作用があったり何か影響があったりするわけだからユンケルとか飲んでもダメなのかなだからそういうことが知りたいですよね例えば。 アリナミン飲んでもダメななのかなだから分かんないことをこうね言ってても単純にそう疑問が思うんですよ。何が良くて何がいけないのかそれを使うと何でダメなのかっていうことがやっぱりこうなってくるとそこが分からないとっていうことですよね。うん あの、私も全部調べてないといけないんだけど、こういうことになっているってことはね。お金払っていった子たちの気持ちはね。うん、どうなんだっていう話になってくると思うんです。以上です。はい、懲役太郎です。この度、極道楽園極パラね。第4巻あのデジタルで発売します。 ね、皆さん見てください。もうね、これ最終巻となっております。ね、世界各国のドラゴンボールやら、海賊をなったりするっていうことでね、終わりを迎えるという、違う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 。ね。まあ、ここから、この売り上げが良ければまた復活するかもしれないということで、はい、皆様にね、愛されております。長役太郎、私のね、幼少の、幼少のっていう、なまあ、あの、私が会ったことも散りばめながら漫画になっております。はい。 で、えー、そうなんですね。これ、まあ、あとですね、こっから続く物語をね、続けられるかどうかは、皆様のね、この、頑張り次第、ね、私も頑張っております。もうこの超駅太郎ももう少しで50万人、ね。まだ登録していない方は登録していただいて、サブチャンネルももう少しで10万人、ね。もうこれも皆様、本当皆様あっての超駅太郎なので、 よろしくお願いいたします。以上です。